GO。 バグってる。こんばんは。お、大丈夫そう。お久しぶりっす、ガンエボ。環境とか全く分かんないけど、まあ、ちょっと一戦カジュアルやらしてほしいな。認定戦終わってゴールドだったんだけど、まあ、なんか気が向いて配信中に一回ランク回した時に、まあ、負け越してシルバーに落ちちゃったっつって言ってだいぶ経っちゃったけど、まあ、スタート地点よりはね、上にいたいんで、上に行きたいんで、まあちょっとゴールド行くまでは頑張ってみ、ゴールド安定するまで頑張ってみようかなって思ったんだけど、心が先に折れる可能性も全然あります。デストラクションを開始します。どうしてもこういうゲームね、一人でなんとかできる範囲っていうのが少ないんで。どうしてもくじ引き引いてるだけだなこれって言って泣いちゃう可能性はあるかも。まあ、前回やった時はね割とそんな感じだったんだけど、まあそれを踏まえて、まあ、あんまりなんかこう味方に合わせてとか敵がこうだからっていうよりは、まあ、なんか自分がひたすら死なないようにして、自分がひたすら強ポジ陣取ってみたいなのを、なんかあんまり何なんかこう考えずにやるみたいな。そう、なんか他人依存の動きはあまりしないようにしようかなって感じかな。ここの防衛未だに分かんねえんだよな。自分がいつもこの真ん中、右にも左にも行ける位置にいるんだけど、どう守ったらいいのか分かんないですね。了解。任務遂行を最優先です。行きましょう。展開してください。戦闘開始します。当たんないか。今度は慎重に。作戦終了まであと3分です。トロールがいる。このまま
どうしようもないっすね、これは。味方に放置くんもいるし、なんか裏いな。どうしようもねえんだよな。まあパワー差あるからな、これはしゃあないな。編成もしんどいな。普通にガンダムやろうかな。いや、あーいや、どうしようかな。ザク2でも練習しとこうかな。味方マヒローとかいるし。マヒローって強化とかもらった？俺がやめてる間。
なんでバルバックスが目の前にいるのに起こせると思ってんだ。だる101は勝てそうだった。同調する機体を選択してください。ああ1分を切りました。ここから反撃です。解除されんのかーい。我が軍の敗北です。まあしゃあないこりゃ。このしゃあないパティーンがね、どうしても生まれちゃうから、このゲームは。まあ、あとはこのランクに格差があんのかどうかみたいなところあるからな。カジュアルはもうめちゃめちゃデコボコしちゃってもしゃあないっちゃしゃあないけど。
カジュアルにそれが発生するんだったら、もうこのゲームはやる価値なしと。エーペックスで一生、ミックステープやってる方がおもろいからね。音でかやばくないこのマッチング。プラチナ、ゴールド、シルバー、3個もランク分かれてますけど大丈夫そう。シルバーとプラチナの差ってそんなないの？マッチングやばくない？これ相手にプラチナ4、味方にシルバー4とかあったら地獄やけど。そうはならないようになってんのか？わかんないね。怪しくなってきたぞ、このゲーム。怪しいね、このゲーム。何使えばいいんだこれ。ああ。ガンダムかな。いや、ベイルとかジムとかなんか自分で回復できるキャラ欲しいなって思ってたけど、取られちゃったんで。あと自分がベイル使うとね、多分盾持ち来た時にブチ切れそうだから自分が。どこで使おうかな。飛びすぎ？
当たね、当たね。上乗っちゃってダメだね、これ。踏める人がいないのかな。あ、当たんねえ、全然。全然当たんねえ。悪いなぁ、マジで。カウント進められそうなパターンあったけどな。まあ、こういうの割り切っていかなきゃいけないのかな。自分が強ポジ取ってエリアはもう味方に任せるみたいな立ち回りしちゃうと、今みたいにオブジェクトに絡む、まあ、枚数が少なくなりすぎてみたいなね。あとは味方のターン A の月光町どこで吐いたかわかんないけど、まあ、ちょっと合わせたかったというか、ミスったんかな。ここ守るのむずいんだよな。
敵軍が進行を開始しました。作戦を開始します。了解。任務遂行を最優先です。敵の投降に注意ですね。展開してください。戦闘開始します。支援。いや、俺が打ち負けちゃいけなかったな。メータス支配を敵と争っています。メータス死んじゃったか。間に合ってくれ味方。ダメそう。これ味方プラチナいるんだよな。誰がプラチナなんだろう。誰に駆られちゃってんだろうな味方。マラサイとかかな。
ちょっと残念な試合だったな。俺シルバーなんだよね。で、味方ゴールドとさプラチナがいるんでしょ。なんかちょっとおかしくない？なんかじゃない？結構理不尽だなぁ。プラチナにキャリーしてもらう立場なんだけどなぁ、ああいうマッチング。逆に他の人はどうやってプラチナに上がってるんだ。内部レートとかあんのかな？内部レートこけてるから、なんか変なマッチングさせられてんのかな？同調する機体を選択してください。今作戦の目的は指定された陣地の制圧です。ドミネで素な選択しちゃうようなやつとマッチングしてんのか。結構しんどいな。発進する。敵軍が進行を開始しました。作戦を開始します。了解。任務遂行を最優先とする。 OK。 飛ばしていくわよ。展開してください。戦闘開始します。なんか敵のスキン変わってないから、なんかあれかな、パーティーと当たっちゃってる、ひょっとして。
わやべ、てんのか、しいな。もうエリアチェンジのタイミングで死なれんのが一番しんどい。まずいな、敵盾多いな。こっち盾に対応できんのザク2か。うわ囲まれてる。ジムスナが抜かないと絶対勝てないからな。ほら終わっちゃうかな。ダメだ、ピックのせいで負けてるわ。別にジムスナ人が極端に下手とは言わないけど、ジムスナ刺さってないからやめてほしいな。同乗する機体を選択してください。しんどいです。敵に盾が多すぎるからな。スタンバイ OK、発進する。次も頑張ってくださいね。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくね。
だけヘイトを取って、ダメか。パワー差あるな、どうしようもねえマジで。ラグ、でなんとかなんねえかな、格差。ルト強え。いやこんなん勝てんよ、どないしろと。これでも敵も味方もだいたいシルバーだったな。どうしたらいいんですか、こういうパターンは。本当にわからん。どれが解放されたん？どれが解放されたん？
勝てないね、このゲーム。なんかそんなめちゃめちゃ悪い動きしてることないと思うんだ。ないと思うんだけどな。作戦名、ポイントキャプチャーを開始します。なんかやっぱ地雷引いちゃうんだよね。さっきもドミネでジムスナ出すタイプとか、そういう、いわゆる地雷を引いちゃうと、どうしてもね、敵にもそういうちょっと、マヒローとかピックしてくれる人がいないと。ああ、またジムスナ味方にいるのか、きついな。一旦ジムで様子見よう。スタンバイ OK。 発進する。一旦ジムで様子見るけど、味方が割と動ける人たちだったら、メタスに変えてもいいのかな。でも味方が信用できないんだったら、正直ジムかガンダムを擦るしかない。防衛位置が嫌だな。敵軍が進行を開始しました。作戦を開始します。了解。任務遂行を最優先とする。ラジオ展開してください。戦闘開始します。うわ、後ろいんのやば。ダメだな、行っても無駄だ。ここに集合。ああ。いや、これ無理なんだよな。順番に行っちゃうと。いや、無理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 。もう頼むから死なないでくれ。やべ、盾あると思って行っちゃった。これサザビーの人うまいな。これサザビーの人うまいから、俺一回ジーマに入ったらメタスに変えよう。
やー、ミスった。これ間違い、ちょ待って、リカバリーは求めてない、ユニットを変えよう。やばいな。まあでも B は守れてるね。あぶねえ。なんか目に見えなくなってる。ちょっとさっきから。さっきからバルバトス君が前のめりすぎるな。同乗する機体を選択してください。マヒロマジ？さっきまで何乗ってた人だこれ。ガンタンクか。まあエイムに自信ない人なんだろうな。アッシマの動き見れてないんだよな。アッシマの人があれか、さっきニューガンダム使ってた人か。まあ、ニューガンダムより全然アッシマのか。あでも今微妙なのか。まあ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 、まあ、ニューガンダムよりは個人的に評価高いからいっか。サザビーサポート一生しとくしかないかな。ちょっと信じられそうな動きをしてんな。サザビーぐらいだ。ついていけるかどうかわかんねえな。まあうまそうって言ってもリザルトで見えてないからわかんねえんだけどな。実際どうか。実は俺の知らないところでものすごい DPS を出してる味方がいるかもしれんけど。出撃だ。
うわ。マジか。